北海道一周するというね、古典編でこれからだっただけやから。ホタテの。ああ、やってたね。あっちやっちやな。ここで緊急事態が起こりました。はい、本日はですね、北海道一週間ツーリングというのをやっていきたいなと思います。今京都に今行ってるんですけど、船に乗るために、舞鶴っていうところまで二人で今行っております。夜の今現時刻が9時半ということで、11時50分のフェリー乗って、24時間後に北海道に着くと。北海道を一周するという流れになっております。ただ怖いのが、向かって右側の弟のバイク、いつ止まるか分かりません。だから、もしかしたら北海道一周できひんかもしれんし、どうなるか分からんし、一応僕の方はメンテナンス出したんで大丈夫やと思いますけども、兄弟二人で行きたいなと。あ、今日嫁はね、家でお留守番します。自宅警備員ということで、バイク運転できないのでね、こっから、多分自宅からフェリーまでの150キロぐらいの距離ですらもう運転できないので、僕ら今からフェリー行きたいなと思いますので、どうぞ。どう思いましたか？僕バターンってこけてましたけど、俺びっくりしたもん。大丈夫じゃなくて大丈夫かなってバイクの戻しに行った。これ別に何もない、固定円で転がってただけやから全然人の心配しない。無事ね、チケットも取れましたんで行きたいなと思います。これが売店か。売店だけね。食品コーナーすごいね。船乗ったことあんの？俺九州に行った時に。あ、そうか。車乗せてきたから。これとは違うけど、でも大体同じような。このさ、日清のカップヌードルのやつさ、俺らウォーターパークでなかった？プールであったよな。市民プールやないか。おいしょ。さあ、オープン部屋が。お。あ、けどほんまにビジネスホテルだよね。ここで24時間は、20時間、15時間くらい終わらない。どうしてもいい。これを窓開けたら、夜じゃなかったら景色が見える。うん、出航する前も結構みんな見たりするの。あ、そうなんだ。なんか手振ったりしてない？もう外にも出れるわ。これ雨降ってたの？そうじゃない。ほんまに？マジか。これは秋田県。秋田県ですね、奥がね。全く見えないですけど。これで多分、陸見えたらかなり近いのよ。あ、そういうことか。すごいね。何にもない。コーナーちょっと引きで見たのな。ちょっとサムネっぽいけどな。へぇ。これ見たら早いよな。うん、早い。めっちゃ早い。船って何とかノットって言うよね。言うね、速度1ノットか確か2キロかなんかやね。ほうほうほう。水上バイクの時勉強させられて。ああ、なるほど。そうか、水上バイク持っても全然先も見えませんね。見えへん。いよいよ出航ですが、楽しみですか？なかなか夜やからね。まあ安全運転でとりあえず時間とホテルまでな。2時間半ぐらいかかるもん。時間ちょいぐらいやね。まあバイカーの皆さんとね、気をつけてください。気をつけていきましょう。
無理。明日でもいいけど、今日の方がいい。今日は部屋バラバラですけど、昨日はね、部屋一緒やったから、ブルースかピースかいびきで寝られんかったら、今日は安心して寝ます。明日じゃ8時半で、はい、よろしくお願いします。はい、よっ、おやすみ。はい、おやすみ。疲れ、今何時？今12時過ぎ。12時過ぎやね。はい、寝てましょう。はい、疲れ。はい。もうからの旅が始まるぞ。宿決まってない。どこに行くかも決まってない。まあ、行く場所はちょっと決まってるけど、うんうん、宿決まってないから。確かに。どこまで行けるかしらやもんな。そう、昨日ちらっと見たら、宿も、もう結構ない。だからもしかしたら野宿。いやツインになっちゃう。ツインやったらある。まあ、俺はツインでもいいけどな。僕、嫌だもん。初の成功マート、うん、どうですか？高速の途中サービスエリアとかではあったよな。寄られへんかったけど、寄られよっとサービスエリア何もなかったんだ。人生初の成功マート、もう聞くやつやね。続いてみようか。はい、ということでね、今日はですね、宗谷岬と間宮食堂に行きたいなと思ってるんですけど、うん、はい、この間宮食堂が、僕の精神科の宇都野先生から絶対行けって言われてるけど、残念なことに本日休み。あ、そうなんや。で、間宮食堂の代わりの一番北にある食堂っていうのがあんねやんか。で、そこに今から行こうと。はい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 。で、実はもう結構走ってきてて、残りもう10分ぐらいで着くんやけど、うん、まあ、その時に食堂、宗谷岬で写真、ガソリンさ、まあ、この3つ叶えたいなと思ってて、で、まだ北海道らしいもん食ってないやん、うん、だから夜は北海道っぽいの食いたいなと思って、うん、ホテルはまだこっから200キロぐらい先離れて取ったわ。あ、もう取ってる。取った。あ、ありがとうございます。その日に適当に決めていくから。で、そこの近くやったら店屋さんありそうやから、今日は北海道っぽい晩飯を食うっていうのと、うん、宗谷岬に行くっていうこのプランをやりたいなと思いますので、了解です。しましょう。はい、では宗谷岬行こう。はい、来ましたね。着いたね。これがもう最北端。最北端。あ、そうなんや。一番上。で、あのガソスターあそこや。あ、あれか。うん、おお。なるほどね。温度はどうですか？やっぱり大阪と奈良とは違うよね。今何度ぐらい？20度ぐらいかな。今でね。23度。23度。関西やったら今30度超えてるぐらいもんね。超えてるか、ギリギリぐらいね。20後半か。じゃ、飯行きましょう。あそこですね。最北端って書いてる。じゃあ行きましょう。はい。ありがとうございます。行ってください。なんでよ。すごいね。ホタテラーメン、これ食べちゃったら何ラーメンか分かんない。塩ラーメンになっちゃうけど。うん、うまい、うまい、うん、大きいよな、うん、ラーメンは、うん、ペリーに食ったラーメンとどう？お前変わらん。3点差ぐらいで勝ち。でもホタテうまい。なるほどね、うん、どうぞ。じゃあ俺食べます。ここで入れると
帰るわ。日本か。お前。何やら、新品がもらえるということで。これは、あの、YouTube のスーパーセンターさんがやってたから、うん、そうなんや。すごい真似しようと。はい。はい。1566。ちなみに、お、ほんまや。ちなみに、北海道とか、その、寒い地域のガソリンと、大阪のガソリン、ちゃうねん。通らんようになったんや。証明書。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。僕ももらいます。はい。これちゃうやん。ほら。あれ大学生の子やで。多分そうやんな。おあれ、あの子、あの子。あの子、あの子。そうやな。わかった。なんかどっかで写真撮る ?3、2、1。待て、2、1。行きまーす。3、2、1。もう一回だから、こうやめたきの前通る感じやもん。ここはこうやめたきだから、こうやって、バーって。オッケー。はい。そしたらね、サルフツ村っていうところに来ました。サルフツ村は、ホタテが有名とか言ってなかった？そう、ホタテ有名で、ホタテ以外もなんか海鮮の町らしいんやけど、嫁蔵に、ホタテかウニか送るわって言ってるけど、うん、ここで送られへんかったら、もう多分送る場所ない。あ、そうなんや。だからもうこれがラストチャンスかもしれんけど。もし送られへんかったら、まあ俺らだけ楽しもう。で、ホタテを食べたいなと思います。さっきホタテラーメンはホタテ1個だけやったから。そうやね。もうちょっと食べたいなと思います。で、行く場所がサルフツの道の駅かな、これ。道の駅弁って書いてある。あ、食べる系しかないかもな。あ、ほんまや。僕らだからこれこれ下の方かな。上の方かな。上の方でいいはい、行きました。これ醤油ですね。ホタテのようやく北海道らしいものが食べれる。うん、ハルフツのホタテ丼。温まる？温まる？温まる。寒かったからね。うわ。久々のタンパク質とか。はい、そしたら、たまたま、フェリーで一緒やった、目の前におった、そうそう、大学生の子と、昨日バイバイって言ってから、まさか、次の日も会いました。お疲れ様です。あの宗谷岬の上のとこやね、白い道のとこで、あれすれ違ってな、すれ違ったなって言ってて、まさか会うかなとか言ってたりしたら会ってすれ違ったなと思ったらまたここでも会って、うん、サルフツ村で会って、うん、今日一日で何キロ走るんですか。今日は700キロぐらいすごいな。これはヤマハの XS っていうバイク、650cc ダブワンとか川崎のダブル系のと同じ世代って。そうなんですね。ほんともう3、40年前とかですか。僕はこいつ40歳です。お兄さんいくつですか。僕21。ダックスカーぐらいあるやん。あの、親と同い年なんで。あ、すごいな。感じて。そのまま。いいっすね。こういう出会いがまたいいですよね。そうっすね。バイク旅ならではっすね。なぜかバイクの人ってやえやもんな。車の人ってやえってないやん。やえやえ。バイクはもう。ちょっと疲れてきた時はもうやえかも。サンプル。頭が
下げて白い道の手前で八重してくれましたね、うんうんうん、あ、そうそうかなと思って、うん、あ、絶対そうやわっつって、あ、もうすか、すれ違った瞬間に気づいて、うん、でも僕らもね、その明日ぐらいに知床とか行こうかなと思ったんですよ、はい、だからまだもうルート的にはもう同じような感じ、そうですね、何回か会ってますからまたお会いするかもしれない、そうですね、フェリーでね、乗れへんかった人おったんですよ、そう、バリオさん、エンジンかからんと、うん、あー、いましたね、あの人結構乗れんかったな、うん、いてなかったな、いなかったな、皆様、ここで緊急事態が起こりました。ですね、弟のバイクが止まったらしいです。こっから先の方で止まってるらしくてね、こんな道のど真ん中で僕待っております。どうやら弟のバイクがね、エンジンのトラブルができたということで、こんな北海道のど真ん中でエンジントラブルを起こしてしまいました。ホテルまで残り10キロぐらいなんで、10分ぐらいで着くんで、ちょっと一旦休憩して、バイク休ませるって言ってたんで、動くようになったらね、ホテルの方までは行きたいなと思います。ただいま時刻が6時ですが、止まったもんでございます。僕のバイクはね、元気に走ってるんですけど、もう弟のバイクはもうちょっとあかんくなっちゃったみたいで。大丈夫？多分な、燃料ホースがな、あかんねやと思う。交換したらあかんと思う。いきなりプシュッと切れた。20キロぐらい前からちょっと危なかった。かぶってんなってなって。燃料がいってなかった。ガス欠でもない。ガス欠でもないな。一応。少ないけど、あんのはあんの。で、ほんまにカツカツまで来られたとかも言ってたから。もう多分ホースの劣化やと思う。ゴミ詰まりとかそんなやと思う。あともう距離は知れてんのよ。ホテルまで。うんうん。もう10キロとかやな。マリオってみんなせえねんけど、一回エンジン止まるとかかりづらい。それはもう変わらずやから。ちょっとヒーアンと難しいのよね。まあもうやってみたいけど、いけるかな。あかんねえ。かれこれ10分ほどですね、休憩しておりますが、まだエンジンかかりません。この後僕たちはどうなるんでしょうか。後半に続く。なんかかからん気がしてきたね。かからなかったらこの海の横で、野宿ということになります。ボンボン言うてるね。さて我々はこの海で、海を真横にしてね、日本海サーブーサーブーサーの、日本海を横にして、ここで寝ることになるのか、それともホテルまで着けるのか、さあどうなるんでしょうかね。ここでバリオスさんがエンジンかからないと、よっしゃ、おいしょ、おいしょ、順調。今余裕ってことは多分やっぱホースやと思う。そう、アメニティを取ってから。いいとこ。はい、どうですか。あ、ちょっと、もう一回。バイク。どうですか。とりあえず、どっちや。まあ、ここに一緒にいてるっていうことは、とりあえずなんとか行けましたね。なんとか行けた。あのね、うん、GoPro でも撮ってる、押し掛けしてるシーン。あ、そうなんや。撮ってる。短かったんでよかったってことやね。映ってるシーンが映ってるから、なんか見ていただいて。よかったよかった。そこちょうど俺撮りたいなと思ったけど、それ撮ってな。ちゃんと撮ってから行った。あ、よかったです。さすがです。はい。まあ、まあ、じゃあ、コスタリコンについて、作戦も会議してからね。いや、大丈夫。本日の宿は、和室でございます。
ほんまやね。フェリーも和室あったよね。あったな。結局俺らは和室じゃなかったけど、ちょっと。よいしょ。では、お部屋のご紹介です。和室ということで。もう引いてくれてるわ。ほんまやな。これは飯は外に食いに行かなあかんから。そうか。そう。あ、でも行けそうやな。さっきの朝だけか。言うてたやつ。そう、夜はさ、せっかくやからそのご当地の食いたいやん。まあベストはね。確かに太平洋はあんま聞かんすね、イカって。あれみんな釣りしてんの、イカですか今。うん、なんかあーやってますね、秋アジやない。あー、秋サケ、サケ、あ、サケ、サケ。うわーでもイカサワーイカなるほどね。もろに海、河口に入ってるよ。あれ河口禁止なんだからね、普通。あ、ほんまに鮭上がってくるからさ、加工禁止なのよ。あれは思いっきり加工で釣ってたよ。あれは違法なんだね。本当だ、多分ダメだと思うよ。なるほど。加工はダメなんだよ。卵を海に帰ってくるんだからさ、それ釣っちゃダメでしょ。結構こう、和歌山とか僕ら見てても釣りっていうより濡れてたさ。和歌山か。はい、そんな感じで、行ってきました。あとはもうホテル帰って風呂入って寝るだけかなと思いますので。誰でしたっけ。安G やったかな、確か。おもろかったっすね。うん、よかった。顔モザイクやってたかも。楽しかったです。お話できました。以上です。はい、もうお尻が痛くて痛くて仕方ありません。一番当たりのコースやったよ。俺たちの服着てるから静かに言えないって。